おはようございます。いや本当にですね、気持ちの良い朝を迎えてるんですけど、今僕はですね、静岡県の沼津に来ております。東京から西へ約120キロ、今回の舞台は静岡県沼津市。駿河湾に囲まれた港町を歩くと、そこは食の楽園でした。時間とお腹の許す限り、うまいもんを探してグルメ旅、食べる沼津。駿河湾のグルメは青の極みだ。さあ、沼津港にやってきました。でこの沼津港に隣接するのが沼津魚市場でございまして、数多くの飲食店が軒を連ねているんですけれども、ここに来た目的、それはですね、海鮮じゃないんです。さあ、まず最初に向かったのはうなぎどころ京丸。この京丸うなぎグループはこの界隈で4店舗しかなく、食べてみたかったんですよね、京丸のうなぎ。さて、訪れたのはお得なランチタイム。豊富なメニューはどれも安いんです。これ問屋直営ならではだそうで、はい、注文したのはお昼の上うな重。どうですか、お重パンパンに入ったうなぎは1匹丸ごと、これで税抜き2300円ですよ。信じられます？さて、その上うな重はふわふわのホクホク、蒸してから焼く関東人には食べ慣れたうなぎなんです。僕うなぎ大好きなんでね、持った箸が休まることがありません。また甘いタレの相性も抜群でしたよ。さあ、そんな上うな重の箸休めにほっと一息のお吸い物は肝入りでした。もう一回言いますよ、肝水ついてうなぎ一匹丸ごと税抜き2300円、特うま。いやー、本当に恐れ入りました。さあ、続いて向かったのは魚市場の向かいにあるお食事処関野。なぜこの店を選んだかというと、店の前にあるこの看板、地アジって聞き慣れない言葉だと思いません？調べました。普通アジは外界を泳ぐ魚なんですが、一部沿岸の豊富な餌場に居ついてしまうのが地アジなんだそうです。沼津に来たなら何食べる？アジでしょ。じゃあうなぎ食べたけど今食べるでしょ。というわけで、こちらが地アジ丼。どうですか、丼で来るかと思ったら綺麗な盛り付けで来ちゃいましたよ。港の市場飯に見えないでしょ。それでは早速いただきます。口に入れると、はいはい、わかるんです。身は柔らかく脂が乗っているんです。これ地アジの特徴なんだそうですよ。ちなみにアジに味付けがされているんで、醤油はかけずにそのままパクパクと、白米との相性が本当にいいんです。そして岩海苔と刻み海苔の風味もよく、ネギや白ごまで味を際立てています。さて、この日は肌寒かったんでね、しじみの味噌汁が身に染み渡りました。最後は揚げたアジの骨をパリパリと、これ結構美味しかったですよ。目で見て楽しい、口に運んで美味しい、お食事処関野の地アジ丼、映えうま。さあ、せっかく沼津港に来たら行きたい場所、それは沼津港深海水族館。さて、駿河湾は日本で一番深い湾って知ってました？その深さは最深部で2500メートルもあるそうです。広いだけじゃないんですね、駿河湾って。そんな駿河湾をぎゅっとコンパクトにした水槽を眺めた後、このカニのような雲のような、これなんだと思います？そう、大平足雲ガニというんです。これ初めて見ましたよ。そしてこのイソギンチャクみたいなのは、イソギンチャクでドフラインイソギンチャクと言いまして、2012年に110年ぶりに発見されたそうで、珍しいイソギンチャクなんです。その他にも珍しい魚をたくさん目にすることができるんですけど、こちらはおなじみだと思います、水クラゲ。いやー、クラゲって見ているだけで癒されますよね。
大型の深海魚大口イシナギ、成長とともに深海へ移動するんだって。いやーすごい世界ですね。そしてマイナス20度の冷凍庫の中には本物のシーラカンス。いやー初めて見ましたよ、生きる化石。冷凍保存されたシーラカンスは世界でここだけだそうで、いやー貴重なもん見ることができました。さて館内にはシーラカンスを捕獲したカヌーもありまして、いやちっちゃ、細、ほんとかい。いやいやほんとだそうで。それにしても深い深い深海の世界に触れることができました。いやほんとここおすすめです。さあ深海水族館の後に向かったのは市場の向かいにある沼津深海プリン工房。流行りのご当地プリンと言っていいでしょうか。店内に入ると豊富なプリンの種類といろんな色があって鮮やかなんです。というわけで今回選んだのはこちらの2種類、人気の深海プリンと午前限定の朝日プリン。それでは早速いただきます。すると鮮やかな青色の正体、それはサイダーだったんです。僕思わず名付けちゃいましたよ。まさに沼津深海ブルー、これは青の極みだ。さてプリンの味は濃厚、まさに深い味わいでした。そして午前限定販売の朝日プリンはもうこれ見たまんまオレンジの味でした。ところでこのプリン、食べる前に太陽の光を通して撮影するとほら幻想的な写真が撮れると思いませんか。お店が勧めているのでやってみちゃいました。映えうま、僕のインスタフォローもお願いします。さ、すっかり日が暮れたですね、沼津の街なんですけれども、そろそろ夕食時なんですね。で、何を食べるかというのが問題なんですけども、今日一日動画を振り返ってみて、深海水族館、そして深海プリンと深海つながりできたんで、やっぱり夜は深海でしょう。というわけで向かったのは居酒屋あやみや。店内に入ると黄色のメニューが目を引くザ居酒屋な雰囲気、僕こういうの好きなんです。そんなあやみやでまずは近海マグロからいただきます。すると噛めばわかるマグロの旨味、これ頼んで正解ですよ。見てください、この鮮やかな色、脂が乗って味に深みがあるんです。美味しいマグロにキンキンに冷えたビールが今日の疲れを癒します。そしてもう一品は金目鯛の煮付け。そう、金目鯛はタイではなく深海魚ですから。深海水族館、深海プリンから続く深海つながり、今が旬の駿河湾の金目鯛食べないと。そんな金目鯛、口へ運ぶと甘辛いタレが食欲をそそるんです。カブト煮なんで頭の近くの魚の身を丁寧に箸でほぐして食べるんです。小骨が多いんでちょっと面倒なんですけどね。少しずつ箸で口へ運びます。すると沼津の夜が静かに通り過ぎていくような気がするんです。そんな沼津の夜に乾杯。金目鯛をつまみに日本酒も飲んじゃいました。さて金目鯛というくらいですから体に良さそうなメモを食べないと。深海でよく見えるように金目鯛の目は大きくて特徴的ですよね。そんな金目鯛の目を口へ運ぶと食感は硬くて味はまあしないかな。でも魚は美味しい、ふーかうま。美味しいマグロと金目鯛、悪くない夜でした。はい、おはようございます。もうね、ほんとのんびりとした沼津の朝を迎えてるんですけども、これから朝ごはんを食べに行きたいと思うんですね。で、朝といえばモーニング、
モーニングといえば喫茶店。というわけで向かったのは仲見世商店街にあるヤバコーヒー店。こちらのヤバコーヒー店、名古屋ヤバ町にある本店となぜか沼津に支店が一つだけ。せっかくなんで名古屋流のモーニングを体験しに来ちゃいました。お店に入るとトーストの上にスプーンですくって何か乗せているんですけど、もうわかりますよね。乗せていたのは小倉あんとクリームだったんです。というわけで沼津で食べる朝食は名古屋流喫茶店のモーニング。コールスローもゆで卵もついてほぼほぼワンコイン、悪くないでしょ。さあ初めての小倉あんトーストいただきます。するとどうでしょう、パンの厚みがあるせいでそこまで甘ったるく感じないんです。いやー不思議です。実は僕、名古屋流の小倉あんトースト初めて口にしたんですけど、これ癖になるうまさだと思いましたよ。今度は本場名古屋へ行って小倉あんトーストを食べたい、そんなことを思った沼津の朝でした。やばうま。さあ続いて向かった先はヤバコーヒー店のすぐそばにある甘味どころどんぐり。いいでしょこの昔ながらの甘味どころ。ショーケースの中の食品サンプルに食欲がそそります。さあ店内に入ってみると、そこはアトラクション、リバーカウンターのある甘味どころだったんです。いやーこれすごいでしょ、なんともシュールな絵もいいでしょ。さて座席はこれまた凝っていて東海道53次の地名になっているんです。僕は大磯にしましたよ。さあその大磯の札に食券を挟んで桶に乗せるだけ。これが注文なんです。さて注文している間にもう一つこの店の特徴があるんです。それは店内に流れる昭和歌謡曲とその内装。実際に流れていた曲を聴いてもらえないのが残念なんですけど、懐かしのレコードジャケットがたくさんあるんです。そしてそしてさらにさらにジュークボックスまでありました。ジュークボックスって中にレコードが入っててお金を入れると曲がかかるやつですよね。うわーすごい、昭和のスターがいっぱい詰まっているよ。ところでこの方のジュークボックス、日本にはここ1台しかないそうです。いやーすごい、あっぱれ。さあ店内を見ている間に注文した品が桶に乗って流れてきました。いやすごいでしょこれね、勝手に止まらないから自分で止めて、片手にカメラ持ってるからね、大変でしたよ。いや大変だけど楽しい。これ何これ、というわけで注文したのはフルーツポンチブルーね。わかる、わかるでしょ、まさに沼津深海ブルー、青の極みね。フルーツが深海魚に見えてくるでしょ。え、見えないって。そんなことはひとまず置いといて、こんな風に甘味どころに入ってフルーツポンチなんか口にするの、もしかしたら子供の時以来なのかな。こうやってフルーツを一つ一つ口にしながら、そんな昔のことを考えていましたよ。そんなフルーツはてんこ盛りの山盛り。これね、もう本当に美味しいフルーツでしたよ。さて、深海水族館から始まって深海プリン、金目鯛、そしてフルーツポンチブルーで沼津深海グルメ旅の完成だ。沼津で出会ったアトラクション、昭和夏メロ甘味どころ夏うま。いやー楽しかったよ。今度は再び沼津港へやってきました。あちらですね。でこの港をぐるっと回った反対側ね、こっちにね気になる場所を見つけたんですよ。それがねあちら。やってきたのは沼津港大型展望水門ビューを。その水門は日本最大級なんだそうです。確かに言われてみるとでっかい水門だと思うんです。
そんな大型水門、地上30メートルのところに展望施設があるんで登ってみました。するとそこは沼津の景色が一望できる場所だったんです。違う方角からは日本を代表する富士山、そして千本松原の景色、いいじゃないですか。さて館内にはこんな景色もありました。なんだと思います？これ水門を上げ下げする極太のロープなんです。地震が発生すると約5分で完全閉鎖するそうで、いやーほんとこれすごい水門ですよね。この水門ビューをこれね、扉が閉ざされる時っていうのはまあいわゆるそういう時ですよね。だからね、本来はね使われることがないと本当にいいなと思うんですよ。ただね、これね、いざという時になると津波の避難ビルになり、そして普段の日常では展望台の側面もあるということで、登れる水門っていうのはね、僕はね初めて経験しました。沼津のいい景色見れてとっても良かったです。沼津市民の命を守る水門、そして展望施設の側面、いい体験をさせてもらいました。さあ今度は沼津駅の南口にやってきました。目的があるんです。その目的は駅前ビール工場リパブリュー沼津なんですが、マンボウのため休業中、時短と勘違いして来ちゃったんです。残念ですが帰る途中に寄ったセブンイレブンにあったんです、リパブリューの缶ビールが。こりゃ奇跡。というわけで自宅で飲みました、リパブリュー本生。一度飲んでみたかったリパブリューの本生、糖度が少なくドライな仕上がりは何度も飲みたくなる味わいなんです。続いてはリパブリュー IPA69。 このビールナショナルビールと比べて原料のホップを4倍以上使っているそうなんです。なのでホップの香りが強烈インパクト、そして柑橘系のアロマが特徴的でした。一度飲んでみたかったリパブリューのビール、お店で飲めなかったのは残念でしたが、缶で飲めたんで、まあ一応大満足です。さ、そろそろお昼時なんですね。というわけでここ沼津港町、港町で食べたいものといえば、そうです、僕も大好き、みんな大好き、海鮮丼でしょう。さあ今回の沼津グルメ旅、最後の一品はお魚ダイニングヒロ。赤い外観が特徴のこのお店、特にランチの評判が良いので来ちゃいました。さあこちらが目当ての海鮮丼、小鉢2種味噌汁もついて1100円ですよ。その海鮮は全部で7種類、全部言います。サーモン、トクトロ、これマグロのことですね、イサキ、ホウボウ、サワラ、ヒラメ、シラス、ほらどうだ、すごいでしょ。これでね、もう一回言うよ、1100円。ではではいただきます。あ、そうそう、ご飯は普通のご飯か酢飯が選べるタイプで、僕はね酢飯にしたんですけど、口のお腹に深むとね酢飯がふわーっと香りがね広がるんです。そしてこのサーモンとトクトロの柔らかいこと柔らかいこと、酢飯、お刺身、レタス、この3つのハーモニーがですね、口の中でねふわーっと広がるんです。特にレタスの入った海鮮丼はね、僕初めて食べるような気がするんですよね。食べてみたかったお魚ダイニングヒロの海鮮丼、もう美味しくて箸が休まらないんですけど、箸休めにと思って飲んだ味噌汁、これねあら汁だったんです。いやもう本当にね恐れ入りました。この時点でごめんなさいって感じです。もうこのあら汁に今回の沼津グルメ旅の思い出詰めて全部飲み干します。うまい。いやいやうまいんだけど小鉢も食べないと。そう、これ白身魚のマリネ。そのマリネを口へ運ぶと、はいはい、ちゃんと酸味が効いていて、これほんと美味しいです。そして揚げ物、左が餃子で右が多分イワシのつみれだと思うんです。この揚げ物もちゃんと美味しいんです。もうね、料理が美味しいとね、この野菜まで美味しく感じてしまいますからね。
さあ海鮮丼も残り少なくなってきたところで、いよいよしらすへ行くと。このしらす、釜揚げしらすなんですけどね、そういえばもち胸で食べたなーなんてちょっと脳裏をよぎったりしてね、まあこれがうまいうまい、本当に本当に大満足。とーくま、さあ今回の沼津グルメ旅、まああれですね、沼津駅と港がとっても近いんで、歩いて、そして富士山を見ながら、市場へ向かうと。車を持たない旅する身としてはね、非常に旅がねしやすかったです。また沼津来てみたいと思います。沼津の皆さん、ありがとうございました。